マジか、このシーンちゃんと作ったんだ。すごい、ちょっと鳥肌立った。ありがとうございます。カナはどこのギャングなの？カナはね、オールインのギャング。ここ入りたい。入りたい、入りたい。ちょっとボスのね、モンディを訪ねて。 CPU さ、知ってる？今日からオールインです。やった、入りました。やったぜ、伝説の始まり、伝説の始まり。すごいやつね。オールインようこそ。ようこそ。ありがとう。俺もオールインやから仲良くして。よろしくね。よろしくね。これ無理だ。いや無理か。これ無理だ。いや俺は一旦こっちから。おお。ファイヤー。ああ。CPU アタック。みんなで一緒に過ごした時間忘れたくない。まあ、俺らも GPU は CPU だから。高いやつ取ってたらすげえとこまで来ちゃったな。全然土地感がない。もともとないけど、さらにな、茅ヶ崎のもっと奥まで来てしまった。結構降ってきた。カッパ切るか悩むぜ。ああ山がそうだな。
なんじゃん。そしたら言ってくれたら。作るし。ありがとう。ありがとう。贅沢だな。3年くらいまでは無償でやるわ。3日目超えたら入院。わかった。3日目まで。わかった。うまっ。ご飯がもう、ご飯がもうね、ないですね。おっ、気になってきた。だいぶ首を。そうだな。うん。いやー、まあ、うちの構成員の山って言われてベスターさんを聞いてさ、よくあるやつ、よくあるやつ、よくあるやつなんだけど、なんか、すごい報告になっちゃって。うちの構成員の子が、その自分の首をかけてやることになったんですよ。ああ、なるほど。そう。で、その、グッパいなかったんだけど、その、原因となったアンブレラには負けたから、結局、首。うん、なんていう、しばらかったからね。なんか、あ、そうなんだっていう話合わせてるけど。私聞いてないの。あ、じゃない。もうなんか今考えてて、ここはこのやつ。ああ、眠。環境があるけど湿度が低いからすげえいい感じ。やっともわっとしたのがなくなったな。
ら面白くねえな。てかホロライブもあれだね、グランセプトオートやってんだよ。サングラス忘れちゃったよ、眩しい。4階建てでもあるもんな。3階でもある時あるか。どうしても見えませんね。はあ、9時過ぎたらならなくなっちゃった。久しぶりに海入ろう。これで行こう。俺を言うからも余計。
ブーメラン。なんかイチャイチャしたの？どうする？えっと。何しに来たの？ここに。何しに来たの？先生、ここに来てるよ。見ていたりにして、ええわ。話したいわ。さっきのラーメンでも今日は食べないつもりでいたのに。夜が来るようになっちゃったから、うん、マジか。あれじゃん、男の味バーが美味しかったよ、ありがとう。中におじさんがゴリゴリいるのでも、え、でも一番うまいのはステーキソースワッパーが一番うまい。やっぱそうなんだよな、ステーキソースワッパーうめえんだ。あの、一番全身筋肉痛だ。筋肉痛で目覚めてしまった。お、今日曇りか雨みたいな予報っぽかったけど晴れたね。タイで歩いていくみたいな感じになってたわ。最悪。めっちゃ遠回りになったやんけ。あー疲れた。てか今日マンション配達多いから時間がかかるな。一戸建てかアパートがいいね、やっぱね。かなり後ろを軽くした。また。あ、ちょっと待って、あのアイテム回収してシルターボックスの中に入れとく。ちょっと待って、シルターボックス出ていい？ちょっと待って、欲しいそうね、友達で。あ、いいよいいよ。爆速なんて今日。40個作ったから、昨日、バケツ。
じゃあ行きますか。行きましょう。コクリティー。ほんとにゃー。ほぼね、ほんとにゃー。ゲリラだ。私ハマってしまった絶対ほうれん草を入れた方が美味しいと思うよ。車のフロントガラスにはたくさんのひびが。驚くべきはその大きさです。やば。5センチはあろうかという大粒の氷も。おお。久しぶりだな、富士山。てか大谷すげえな、半端ねえな、ほんとほんとすごいわ。今日も早く仕事終わったら海入ろっかな。腰ぐらいあるもんね。
わ、なんだここ。マジ終わった、割れてる。うわ、いつこうなったのか全然わかんねえ。おお、一瞬で10万円がいった気分だこれ。最悪。ああ、やる気なくなし、なくした。え？いつだこれ。ああ、ショックや。何よりもね、このやる気が、やる気に満ち溢れてる時にこういうことがあることがショック。せっかくすげえ海入るモチベーションだったのに。まあショーとかボディーボードで入ってもいっちゃいいんだけど、せっかくファンボードでやろうと思ったのにね。とりあえず後半も働こうかな、ちょろっと。まあそのうち修理を出すかもしんないし、自分で直すかもしんないしって感じで、ちょっとはお金かかるだろうから、修理出したらいくらぐらいかかるんだろうね。とりあえずこういう時は働いとくか。直せるみたい。 2,3 万ぐらいかな。ああでもよかった、それぐらいで。あ、とりあえずあのフィンボックス周りだったら、まあ2万ちょっと、3万はかからないぐらいで言ってたから、まあタイミング見て修理出そう。長ければ2ヶ月ぐらいかかっちゃうかもって言ってたけど、まあ別にいいしね。とりあえずでもよかったわ、治るわ。無駄な出費っちゃ出費だけど、とりあえず走ろう。気持ちよさそう。風が吹いてきてちょっとジャンクになってきてる。まあ走りましょう。作るか。まともに飯食ってないからな。おにぎり2個と菓子パン1個だけだ。2回に分けて食おうと思ったら1回で入れ物に入れちゃった。
さりしてていい。いいですね。そうです。現在の雨雲の様子を見てみると、これが雨雲発達しているんですね。なんですが、こういう雨雲がかかってきて、どこでザーッと滝のような雨が降っているのか。目が覚めてしまった。現在は能登半島の先端ですとか、暮らしに足の手があるキャンペーン中。過ぎておかわりしようとしたら米がないから今米炊き始めたわ。もっと食いて。やっぱ疲れてる時は腹いっぱい食うのが一番だな。寝てた。うわすげえ寝てたじゃん。米ももう炊けてたで余裕で。うますぎる麻婆丼、いろいろな方々のいろいろな見届け方があるということになりますので、ぜひ楽しみということで、改めまして休もう。今日は休もう。明日頑張ろう。明日天気雨かもしれないから明日頑張りましょう。もうクエスト完クリしてるしね、今週は。今日作った麻婆うますぎたな、マジで。
日陰のところ。トンネルはね、見えなくなったトンネル。3時ぐらいまで雨の予報だけど、今んとこは晴れてんね。うわ、今日暴風じゃん。雨プラス風速10メートルになってる。マジか。昨日働いて今日休めばよかった。逆だったか。昨日も風強かったからやだなと思って。昨日の方が全然だったな。昨日5メートルぐらいだもんな。はあ、どうしよう。飯でも食うか。ワンちゃん今日も休もうかな。あ、チーム2やね、これ。クロムちゃん、チーム2。オッケーオッケー。そう。はい。一緒になるよな。はい。はい。マジで。よし。まあ、あれなんですよ。今、あれですよ、僕は。でも、譲らないって言ってたよ。食べてんな、それは。うん。マジで。やる気？うん。タツキングと、スモモさんと、コワクさん、まあ、勝てるな。本当に言ってる？勝てるんじゃないですか。風強いな。三輪のバイクじゃないから風強いと結構怖いね。海側結構今日厳しいだろうな。富士山の駅周りも今日祭りで交通規制かかってっからな。海側できていて、うわーマジか、こんなひどいか。怖えな。1回だけ行ってみるか。ああすごい、塩と砂で顔とか体がやばいな。海側雨が降ってきちゃったか。
今週は昨日休んじゃったけど結構働けたな。来週も頑張ろう。働いてあと海入ったり走ったり、まあ、釣りしたりとか遊んで、で夜ゆっくりするって感じがベストだな。なんで朝から働いて昼ピーク終わったらもう終了ぐらいな感じで稼げるといいですね。秋はそういう流れでうまくいくといいけどな。まあでもだんだんならなくなったらやっぱ夜も働かなくちゃダメだ。まあとりあえずそのリズムでやりたいわ。頑張りましょう。それではお疲れ様でした。